次に踊り込んでまいりましたのは高円寺の講習祭でございます。店長小川かぶるさんをはじめ40名の皆さんです。結成11年、その時感じた色を踊ることをモットーに日々探求し続けてまいりました。徳島県阿波踊り協会所属古流下蛇楽を一つ、踊る楽しさ、学ぶ喜び、人と人とがつながる幸せを感じながら、一体感の中にもこの踊りが光ることを目指し、これからも東秀祭らしさを追求してまいります。皆さん応援よろしくお願いいたします。Thank you.